はい、良い風景です。さて、やるか。なんか前回はノイズが出ちゃってお別れの挨拶を言えなかったが、今19回ね。この枠最後かな。この枠、あの浜辺の窓はね、次の枠から別のダンジョンやりたいからね。さて、なんかいい感じで進んでるんですよね。あの今回はもうダメかなと思ってたけど、はい、前回ちょっとボケてたね。あの、なんだっけ。あ、どうもです。壁抜けつけてないで壁抜け攻撃をやろうとしてたっていうね。ちょっと危ないぞ今。でこれ合成かな今度こそ。ただね、他にも手封じ出てないしね。うん、どうもです。あとはただの壺も出てないな。どうもです、こんばんは。うん、出てないの結構あるからな。ちょっとまだわからないですね。識別の、巻物出ないですね。予約いらないって言われましたね。いらないかな、確かに。どうしようか。いらないって言われたら、持ってない方がいいか。これなんだっけ？あ、濡れた巻物か。これ乾かないね、濡れた巻物ね。乾かないもんなのかな。あの、月の間行った時ランダムで乾くのかな。外に出して置いたんだけどね。次は家の中で行こう。あ、ちょっと待った。小豆っ子強いぞこれ。あ、まずい。一発やおって。来るか。こっちに来るか、小豆っ子。ちょっとそろそろ厳しい感じかな。ちょっとここでしばらく遊びしようか。うん。あ、そうなんだ。そうか、そうか。あずきっ子って強いね。名前がすげえ可愛いんだけど。来た来た、防御力上がってんだな。あれ？あの動きは一体何？知的な動きなのかな？うん。いや、うちながら行くか。わあ、くそ。話し張りになったが、いや、よしよし。あ、入り口じゃないんだっけ、罠ね。上にいるのは。はいはい。ん、あずきこ来ちゃったな。あ、間違った。まあ、いいや。来るかな。来た。よしよし、いいぞ。状態異常いいね。倒せるか。ダメですか。あ、腕輪だ。攻撃できる。あ、できないかな。よし、いいぞ。いいな。あ、なるほどね。うん、そうだよな。あの壁抜けあるもんね。あ、まずい。吹き飛ばし置いてたんだっけ。あ、しまった、持ってくれよかった。置いてった方が回数多いぞ。どうするか。これなんだっけ。これ空振りだったっけ。そういえば名前つけてなかった。これ空振りだったよね確かね。もう覚えてないかな。どうしようかな。バナナの皮。あ、置けない？足元なんかあんだっけ？あ、罠があんだ。そっか。しょうがないな。ゾワゾワディア。
これなんだ。マラカイト。またよくわからんもん来たな。これと交換してつけちゃおう。いいもんかもしれないし。あ、来た来た。来たぞ。来たー。来ましたね。今回いい感じだな。なんでかんだ言って。気配。来ましたなー。だけど、腕は付け替えるのが大変だな。まあ大変とか言ってやんないよね。こう一気に楽になるね。壁。ちょっと早く、ちょっと胴たぬきつけたいね。そうですね、楽勝かもしれんね。これはちょっと。まあ、とりあえず、付け替えしまくってなんだか。ダメか、ちょっと待った。来るね、こっち。この突き替えをミスなければいい感じで戦っていけそうだな。よしよし。ちょっとこれすっごい安定するかもしれんね。てかこれ明らかに安定する。あとは合成だ。罠ないんだよね、入り口ね。つい確認しちまうな。じゃあちょっとしまっとしていこうか。罠見てくか。罠怖いかもな。ちょっと待って、今気配か。壁にしよう。よしよし、すげえいい感じなんだけど。間違った。よしよし、いいぞ。この回数ね、敵いない感じだね。で、盾。どうの盾？修正値って、入れておくべきなんですかね。動かず、なるほどね。動かずか。まあなんで必要なのかって分かってきました。はい。ちょっと怖いな。やった。じゃあ階段の方まで行こう。で、これね。そうか、いらないかもしれないか。まぁ、ちょっとアイテム欄、スロット余裕ないから、持ってかない方向で考えるか。で、このな、どうしようかな、これ。確認したい。が、確認できない。なんかちょっと、無理やりスロット開けて、持っていこう。串かなんか入れとけばいい。そろそろ合成来てほしいもんな。でも合成じゃなくて、他にもなんか変なもんあるからな。こっち来るかな？あ、来ない。お！
ちょっと待って、どうするか。どんな感じかなこいつ。あ、大丈夫だな。あ、どっちだ、右か左か。ちょっと名前に馴染みがないからね、気配察知って。なんとなくちょっと使いづらいの気がしてるんだよね。なんか、馴染みのないものって、ちょっと怖いっていうところあるじゃないですか。投資もあるんですよね、このゲームね。壁つけてから行こうか。まあ、とりあえずこの枠は、とりあえずこのダンジョンは最後にしよう。うん。今日はね。で、なんだっけ、新ダンジョン、あとはこのど、なんだっけ、試練4プラスになってから、加わった新ダンジョンをやってみたいんですけど、倒せんのかな、これ。いいでしょ、今回も。なんとかなる感じかな。まだなんとかなるんだな。うん、こっち来いか。合成何回だっけ、24だっけ。25からか。そうか、25からね。あれだ、いいや、読んじゃおうか。縄張ないです、ないです。うん、ないね。なんか引きもいいし、かなり真相までいけそうですね。これどうしようかな。どうしたもんかな。識別の化け物出たんだっけ、出てないんだっけ。忘れてしまった忘れちゃったよどうしようかなこれ。今ちょっと読みたくないかな。とりあえず左にあるアイテム確認しようか。こっちに来い。巻物か。土色の草、どこにあったっけ。あるね。飲んでみるか、壁外してから。飲んでみよう。あ、意識しようか。おお、また下がったのか。くそ。巻物読んで大丈夫。迷子とかあるけどね。まあ、モンスターハウス出たし、大丈夫でしょう、おそらく。あ、敵加速とかあるんだな。アイテム拾えなかったりもするかもしれないけど、まあいいや、読んじゃおう。あ、なんだこれ。なんでしょう。
なんだろうな。これに読んでみようか。あげ。メッキか。そうか。で、これ、もう読んじゃう。また。何が出てないんだろう。ちょっとわかんなくなってきた。あ、地の恵みか。そっか。いちいち聞いてくるからな。ちょっと嫌な感じ。来るかな。ちょっと待って。こっちに来い。壁。識別バナナですかね。しかし識別出ないね。その出にくいのかな、ここって。まあちょっと、このダンジョン今2回目だっけ、潜るの。全然わかんないね。そりゃね。左にアイテムあるな。あ、ギャザーじゃないか。なんか鉄の盾強化されてきたね。あ、やった、金縛りだ。いいぞ。ギャザーも取るに足らんかもしれんね。だな、助かるね。伊達天。なんか来い。満腹とか低くの嫌だな。地味に嫌だこれ。あ、意識障がある。投げる、いらない。で、開けなきゃいけないかな。あ、完熟場あるね。完熟場ちょっともったいないけど取れちゃう。よし行こよしよし。21階。さて。気配。敵密集してんな、下の方に。あ、ドラゴンだ。あ、そうか、ドラゴン特攻ないんだっけ、今。水星特攻があるんだ。そっかそっか。そっか、ドラゴンソーって出てないんかな、もしや。壁抜けとかってそんな意味ないかな、あいつらには。結局のところ、まあ、とりあえず金縛り、よしよし。こうだ。なんか埋まってるみたいですが。どう？まあ、いいや。これは？よくわからん草が出るね。どうしたもんかな。川か？ツルハシは持ってたいからな。罠確認したら意味ないね。
もっと気をつければいいんだろうけど。ギャザ出た。ねえ。テンポが良すぎるってのも、困ったもんかもしれんね。敵多いのかな、この部屋。はいはい、やってらんね。だけど多分真相でやんなきゃいけないだろうなと思ってるんですけど。戦車来る？あ、来ないな。あ、踏んでくれたみたいだけど、ちょっと全く意味なかった。ドラゴンか、こっちに来い。どうにやるか。壁抜けとか使った方がいいかな。真ん中にあんましない。そういう方多いっすね。どうせこういう黒なんだったらこっちの方がいいかな。強い。ちょっと待った。こんなに食らうのか。ちょっとガチってらんないね、これ。でも全然ガチって覚えはないんだけど。きついね。強いか。戦車。下がる、下がる。左からも来るしな。どうするか。ちょっとドラゴンも来るな。どうにやるか。どうしようかな。板天の蓋3枚飛ばしてみよう。あ、やばい、怒り状態だ。怒りね。これドラゴン特攻欲しいですね。しかし、どうにやろうか。同速飛ばしようか。手札の石あと1個なんだ。やるとこうか。よしよし、無理やり倒した。これと交換しちゃおう。で、こっちで確認したいな。振ってみるよ。同速いいですね。いいもん来た。同速厳しい。厳しいな。ここでやるか、やっぱり。あ、あんまり見ないな。ドラゴンが強いな。怒り置いていこう。おわ、びっくりした。深淵ヤンピー。よくないぞ。気配。こっち来るね。よしよし、こっちに来い。ああ、なるほどね。あ、そっか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 。さっきのね、もう癒しが封印されたってことか。なるほど。そうだそうだ。ありがとうございます。
あれ？来そうだ。なんかいる。来い。試練2とかやってたから、あの腕輪の付け替えとかはなんか全然苦にならないね。試練2とかアスカとかね、長いことやってたからね、うん、特に問題なく付け替えるね。いいことなのか悪いことなのか知らないけどさ。あ、目つぶしか。あと3分ね。黄色いバナナか。あ、いけるね。持ってきるわ。よしよし。じゃあちょっと22階に降りてから動画来ちゃうかな。で、少し休憩もらって、どのくらいかな。ちょっと新ダンジョンやってみよう。このアイテムなんだっけ？あ、怒りか。今気配つけてるのか。壁抜けつけようか。いいか、気配。なんか、真相までいけるんじゃないかな、頑張れば。まあ、こんな感じみたいですね、この階は。左の方に黄色い点がある。ってことは店かな？なるほど。特殊？やめてください。はい。じゃあ、今回来ちゃおうかな。ちょっと早いけどね。で、んー、そうだな。まあ、10時くらいになったら、新しいダンジョン。やってみようと思いますんで、もしよろしければご覧ください。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。